中学校から、まあ、今まで約8年間ぐらいソフトやってるんですけど、まあ、ちょっと怪我でできひんっていうのもあって、なんか自分のほんまに好きなこととかやりたいことって何やろって考える時間が結構増えて、でそのソフトを今まで続けてきたのは、まあ、好き楽しいっていうのもあるけど、でもなんかこう長くやればやるにつれて、なんかソフトボールがイコール自分みたいになってるところがあって、なんか次じゃあ違うこと始めるとかなったら他に何したらいいやろとか、自分からソフト取ったら何が残るんやろって思った時に、なんかあ自分にはソフトしかないなって思い続けて、まあ、続けてきたっていうのもあって、なんか将来考える時とか、まあ、新しいことに踏み出す勇気がないというか、なんかほんまになんか好きなことしてる人ってめっちゃキラキラしてるなって自分は思って、なんかそういうものに出会いたいなって思うけど、なんか自分がなんかちょっとその子で迷ってるところがあって、なんかだからいろいろ自分ってほんまソフト好きなんかなとか、なんかこの怪我してもう一回そのできひん時間があれやったら他のこと始めようかなとか、そういう葛藤があって、ちょっとまあいろいろやってます。はい、ね、やっぱり自分が何者であるかっていうのやねんけど、自分が何者であるかっていうのを知ってる人っていうのはほんまに少ないよね。だから今加藤ちゃんイコールソフトボール、加藤ちゃんにはソフトボールがあるっていうふうに言ってるけど、それを持ってる人ってどんだけいんねんよっていう話で、ほんまに100人いたらね20人いるかいいひんかぐらいになるよ。だからもうそれバックボーンっていうねんけど、僕はやっぱりこうずっとボクシングやってたっていうんで、困った時はもうボクシングの思い出とか辛かった思いとかっていうんでこう踏みね乗り越えることができるし、でもどんだけの人がそういうバックボーン持ってんのかって言ったら、持ってる人ってそんないい人だよね。でまあよくあるのがベルギーのモーリス・ナンタラっていう人が書いた幸せの青い鳥っていう童話を知ってますか？知らないです。あ、知らんの？知らないです。お、そうなん。チルチルとミチルっていう兄弟がおってや、幸せの、まあまあ、恵まれたとは言わんけど、まあそれなりに幸せな生活を送っとってんけど、もっと幸せになりたいと。で、幸せの青い鳥っていうのを見つけたら幸せになれんねんって言われて、あっちこっちこう、幸せの青い鳥を探しに旅に出んのよ。でも、どこ行っても見つからへんねん。で、最終、クタクタになって家に戻ってきた時に、家に青い鳥がいたの。あ、ほんまの幸せってこう身近なところにあんねんなと、身近なところにありすぎて気づかへんねんなっていう。ただちょっとこの話にはね続きがあって、じゃあね、チルチルとミチルはなんで青い鳥を見つからへんかったかわかる？外行った時に。これはね、家に帰れるぐらいの距離でしか探してへんかったからね。自分のステージに戻るぐらいの距離しか踏み出してへんかったからね。だからほんまに見つけたいんやったら、その自分の帰る家なんか捨てて、自分の住んでるエリアからもうポーンと離れて違う世界に飛び出さへんと、やっぱり青い鳥っていうのは見つからないよね。その顔最高。いい話。いい話。だからもしも加藤ちゃんが自分のいるステージ、世界っていうのはやっぱ広いからや、自分の住んでる世界よりももっと広く広がってんねんけど、その自分の住んでるステージ、世界を捨てるぐらいの覚悟があれば、よそには幸せの青い鳥はいると思うねん。せやけども、ソフトも好きや、どうしようかなっていうぐらいの気持ちで片足残したまま青い鳥を探しに行っても、それはどこにも見つからへんのよね。かっこよかった。めっちゃグッてきました。結構真剣に。最高最高。あざす。はい、そんなわけです。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったやろ。え、めっちゃいい話でした。おー、チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。この動画ええやんって思ったら高評価を、頑張れって思ってもらえたらチャンネル登録をよろしくお願いします。